神秘で広大な宇宙。この宇宙に救う悪のエネルギー生命体、宇宙海賊ガイスターが人類の宝を狙って地球に潜入した。しかし破壊と略奪を欲しいままに戦闘するガイスターたちの前に完全と立ちふさがるヒーローがいた。宇宙警察エクスカイザーである。これは宇宙にはびこる悪と戦う勇者エクスカイザーと仲間たちの物語である。薬屋さんが空っぽ。謎のロボットロケットを襲う。バカモン、これじゃ小学生新聞以下だ。しかしですね、編集長、編集長だって見たでしょ、ロボットがガーって。バカだね、私は証拠写真なしで掲載するなと言ったはずだ。ですからね、あの時あのカメラが。黙れ、お前の言い訳は聞き飽きた。今度やったら3ヶ月の減俸だ。そっか、ありゃボツになったんだっけ。ネバーギブアップ、徳ダネこそが我が人生、徳ダネこそが我が命。これさえあれば徳ダネの一本や二本。バリバリパワーアップ。わおい、ヨアンダ、愛してる。命だけあって、どんな思いでいるか。お願いだ、見逃してくれ。こうして言われるようなものだ。てめえら、いつまでゴロゴロしてんだ。なんだと。と、誰のガイスト様がおっしゃっておられる。この星の情報を集めてるんじゃねえか。さあさあ、こうしてテレビを見ながら。元気はだから、マグマトリックでパワーアップ。バリバリパワーアップ。バリバリマグマドリンクでバリバリパワーアップ。あれさえ手に入ればバリバリパワーアップ。よし、いただき。呼んだ方が良さそうね。いいの、風邪はね、あったかくしていっぱい汗かけば熱も下がるし、ダイエットにもなるし。お？いいからいいから、お布団持ってきて。お薬ちゃんと飲みなさいよ。はいはい。あと3キロか。お姉ちゃん大丈夫？学校も休めて、おまけにダイエットまでできて一石二鳥。この機会を逃してなるものか。何考えてんだか。それじゃ行ってきます。ちょっと待って、お前は私のダイエットに協力するの。おとなしく湯たんぽにおなり。アクション。行ってきます。こら動け、私を遅刻させたいのか。また動かないの？コウタ、後ろから蹴飛ばしてくれないか。その反動で動くかもしれないから。パパ、ダメだよそんなこと言っちゃ。車だって気を悪くすると思うよ。おお。いいから乗って乗って。パパは悪気はないんだ。本当はこの車が気に入ってるんで、なんとか頑張ってほしいだけなんだよ。頼むね。そうか、車も気を悪くするか。よし、ここだ。よっしゃ。地震だ。地震だ。揺れてない。うわっ！泥棒だ！
皆さん、今日はクラスの半分以上の人が風邪で登校できない。学級閉鎖にします。各自自宅学習をしてください。琴美ちゃんも風邪かな。やはりタコは風邪をひかんというのは本当らしいな。なんだよ、お前だってピンピンしてるじゃないか。うちは食べ物もコックが栄養のあるものをたくさん作っているし、製薬会社から産地直送の化学薬品もあるからな。お前らとは違うよ。ふっ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 。そうだ、琴美ちゃん家に寄ってみよう。まさか琴美、しっかり。琴美ちゃん大丈夫？光太くん、風邪気味だったんだけど急に高熱が出ちゃって。高熱？さあ、僕どいて。徳だね、徳だね、徳だねだ。あ、徳田さん。どうした光太くん、元気ないな。うん、元気。あ、ほら、徳田さんの言ってた栄養ドリンク、風邪ひいた時とかそれをいっぱい飲めば治るって言ったじゃない。ああ、マグマドリンクか。それ、それが欲しいんだ。あ、だったらそこんとこの薬局にね。なんだ今のは。行ってみよう。うっし。はい、東都新聞編集部だが。一体何事だ。薬泥棒です。しかも店ごとごっそり、まるでくり抜いたように薬局が片っ端から。ああ、バターだ。これで8件目です。町中の薬局が襲われています。徳田、お前また寝ぼけてるんじゃないだろうな。編集長、これは徳田ですよ。きっとエイリアンが風邪ひいて薬が大量に必要になって。お前またサボって SF 映画見てたな。編集長、嘘じゃないっすよ。アホ、こっそり抜くなんざ人間にできるこっちゃないだろうが。薬局、人間にできることではない。もしや。バイバイ。どうだい。なんともねえぞ。そんなはずはねえ。もっと飲むんだ。バイバイ。おい、こっちにもよこせ。バカ野郎、これは俺が取ってきた。俺が試してやるって言ってんだ。お前ら頭悪いから聞かねえのかもしれねえな。なんだと。バカ野郎。せっかくのお宝をてめえらが飲んじまったら何にもならねえだろう、と大のガイト様がおっしゃっておられる。大のガイト様はこうもおっしゃっておられる。もっとかさらってこい。必ずこれを作っているところがあるはずだ。なるほど、さすがボスだ。今度は俺に任せろ。看護婦さん、琴美ちゃん大丈夫だよね。もちろん、きちんとお薬を飲んでおとなしくしていればすぐ元気になるわ。でも町中の薬屋さんが襲われて。病院の中にもちゃんと薬屋さんがあるのよ。本当？ふこー、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 大丈夫か。パパ、お仕事はいいんですの？ふこが救急車で運び込まれたっていうから。ただの風邪ですわ。ちょっと熱が高すぎちゃったみたいだけど。ダイエット、あと3キロ。ふうこ、しっかりしろ。ああ。薬局が。
ここに薬があったの？なんてこった。病院に薬のストックはあるのか？調べてみないと分かりませんが、全ての患者さんに行き渡るかどうか。え、それじゃあ琴美ちゃんは、エクスカイザー、エクスカイザー、畜生、ガイスさんのやつら。サイマックス、襲われた場所のポイントを伝送する。眠りしてんなよ。お前と一緒にするなよ。現場の状況から判断して、間違いなくガイスターの仕業だろう。奴らが狙っているのは薬というものらしい。それの販売権は全てやられている。すると最後はその薬を製造しているところか。こうだ。エクスカイザー、僕を製薬工場へ連れてってよ。製薬工場へ？薬をもらいに行くんだ、頼むよ。しかしそれは危険だ。危険？そうだ、製薬工場はガイスターに襲われるかもしれない。ガイスターだったらなおさらじゃないか。薬がないと琴美ちゃんが死んじゃうんだ。頼むよエクスカイザー。おい、エクスカイザー。あ？この坊主、俺たちのこと知ってんのか？エクスカイザー？彼は仲間のダッシュマックスだ。こんにちは。坊主、俺たちに任せておきな。エクスカイザー。よし、乗りたまえ。薬局、病院とくればあとは製薬工場しかない。素晴らしい推理だ。もしかすると新聞記者よりも探偵に向いてたりなんかして。本当に出た。どれだ、バリバリパワーアップは。面倒くせえ、全部持ってつまえ。根こそぎいただいちまえ。こりゃすごいぞ。特ダネ、特ダネだ、特ダネ。よし、わかった。坊主、任しときな。以上の悪事はカイザーズが許さん。データならエクスカイザーめ。宇宙の彼方からお前たちを捕らえるためにやってきたのだ。逃がしはせん。うせえ。いつもお前らの思う通りになると思うなよ。さあ、どこからでもかかってこい。ならば行くぞ。やれ。エクスライダー。今のうちだ。おお、よいしょ。
や、もう少しだ。特訓だね、特訓だね。すまんすまん、遅くなった。いや、何、おかげで助かったぜ。ここは私に任せろ。スカイマックスを援護してくれ。わかった、頼むぜ、エクスカイザー。ドリームワックス、行くぜ。おっと、相手はこっちだ。チェンジ、ドリームワックスチーム、参上。しゃらくせ。おっと、ワックスチーム、ホームアップ。まとめてやっつけてくれるわ。やれ。さあ、今度は私が相手だ。エクスカイザー、今だ。キングロード。マグマドリンクの雨だ。俺を祝福してくれているのだ。コウタ、早く薬を。先生、薬です。ありがとう、これでもう大丈夫だ。君、琴美ちゃんにこの薬を。はい。みんな、これでもう大丈夫だ。風子さんも安心ね。あ、そっか、お姉ちゃんもいたんだっけ。お薬いらない、ダイエット。嘘、太ってる。とうとう世紀の特だね、特徴症。あら、あれ、映ってない。
したまたボツだ。人気にも宇宙人いる？